軽量級重量級はついに王座を海外に渡してしまった。しかし空手に国境はない。幼い頃から牛殺しの大山に憧れ、極真を愛し学び、その精神を受け継いだフィリオに代表されるように、極真空手を志す誰もがチャンピオンの座を手にすることができるはずだ。大山シストも極真は死なずと大山が残した言葉通り、全世界ウエイト制大会は3年祭記念にふさわしい、世界の偉大な空手として永遠不滅であることを証明した歴史的な祭典として幕を閉じた。